うん、まあまあちょっと早いな。明日、これ、ああ、それ持っていけば、でっかちゃんだよ、100ミリでっかい。だってまだあの新しいボトル開けてない、どっちも開けてないけど、限定品の桜のあれじゃん、エビじゃん。うん。何やる？戦闘を再開します。どんなとこにある？ここにある。なんで探しがあるの？もう販売するようになったの。使い物ならなかった。新しいに変えてもらってもいいの。そうでしたね。戦闘中。使えなかったらダメだ。このハンターコテは500万人と言ってますから。うん、そうか。わざわざあの戦闘を再開。カーまで高いの買わんの。別にメーカーも取らんじゃろ。うん。まあいらんけど今。いやいや今じゃなくてメイン報告だけしとこう。うん。売っとるから500万人税込み。家でおもちゃとかついてから壊れたの直そう思ったらそれでええんよ。十分業務用でするんじゃないんだよ。痛くやったんだよ。どうせ上手にまともに使う。長男の時だったか和之の時だったか学校で配られて、それもうやるけって言ってもらうとったんだったけど、どこ行ったかわからん。使いたかったんだけどね。
戦闘中。戦闘ラジカセのテープバスとかのゴムの部分が劣化するのってどんな形だと思う？あ、そう。ガサツだと使えないから。ラジオしか聞けない。うん、ハード。うん。ミカのハード。やってるやつのでラジカセがあったね。うん、あ、そう。ラジオは手で当たって結果セットになったけど、戦闘中断します。正方形のやつが大きいやつ。うん、うちの高校の試験の時に持ってきたから何聞こうかなと思ったら、アニソン聞いてた。うん、戦闘を再開します。特にガンダムの曲多いから。うん、森内がそういうのを まさか3回目も会うと思うのはいいね。私緑が丘の試験受けてみるかって先生に言われて、緑が丘やったら女水館なんだよ。女水館って言ったら結構頭のやつが、女水館からあの頭がないと入れんとこないよ。うん、受けに行ったわ。お前じゃ無理だよ、女水館なめのとこにこう入ると思ったら。川本のおばさんとかの娘が女水館ですから。あ、そう。緑が丘がね、廃校になってね、うん、女水館だけタコついたって言った。緑が丘の方がまだ安かったんよ、聞いたね。うん、女性感に言うと、料金高いのよ。響きがええじゃん、女性感出身って言ったら。響きがええだよ。なんかおばさんに聞いたんよ。覚えてるよ、あの子ね。うん、信じるシーンに。信じるシーンに。絵は、恵まれるやつ。確かその向きだよ。その子はね。あら、見るよ、これなかった。見るよ、これ、廃校になったんよ。って。どこ行ったの？頭悪い、うちの娘頭悪いのに。みんな女子以下行っとるんで、緑学校に。もうあの娘。戦闘を再。移行で。あ、そう。戦闘を起きるな、5時。調理しなきゃいけんからね。調理係と清掃係と調理の当番が回った時が一番いけんの。
社会って香港の高校に言われたんだからね。あそこがあそここそまだまだもっとすごいんだ。安いからとかあらぐらいのレベルがないけどまだな。あ、そう。香港の高校。あ、明日エビたち見に行っとったんや。知らんで。取ってくれや。知らんでよ。金がないんだろう今。いや、見に行っとってくれわ。自分で買おう。これで、いや、それで何ぼするかっつったら教えてくれや。それだけ渡して買いに行ってもらう。お前にやれやれなんだよ、うん、自分で買えばええじゃん。何か頼むわ。あの時買えへんかったじゃん。癒やし行った時に、なんでそう思わんかった。バカなんだよ。あ、そう。ほんま頭回らんね。うるせえわ。戦闘。人気はダメだ。うるさいわ。面倒ばっかけるけど。うるさいのこっちがうるさいって言いたい。あんた悪いんだよ。一つも。何も考えちゃう。なんかあった。最初もまたその時に、あの今はいらんかもしれんけど、その時に使うかもしれんけど、この時はよかったんだよ。電気屋さんってもそれがあるかどうかわからんもんね、島には。うん。いらんことだから。うちの台所の電気は島のあの電気屋さんでやってるけど、向こう頼む。名前忘れた。アイスの部分やってもらった。おかしかったけど。あ、そう。トータの同級生のスノイのあの人と中須田の中さんにも来てもらってね。やってもらった。戦闘中。でさ、餌掘る時の水棒が壊れたけどさ、溶接するのね。やってもらったから。変化。俺にサザエとか持ってったわ、サザエとかアワビとか。そこぐらいの指がヘビが入ったとこ打ち切るだけだったっけ。父さんにやったら下手くそだけやってもらいたい。社長さん、なんかそこだって父さん同級生だけ。死神なんです。俺のせいでみんな死んでしまうんです。くだらん抽象なんて気にするな。あ、同級生っていうことだね。俺は死なない。そして誰も戦死なんてさせない。初めにお金持ってきょうたんよ。それね、違法なんよ。
だからね、家にあるものと物々交換すればいいんよ。例えばお酒持ってくるとかビール持ってくるとか、自分ボトルじゃ家で飲むのに、うん、あと野菜作ったら野菜くれたり、果物だったら果物くれたり、それでいいんよ。母ちゃんお金向け取っちゃいけんけんねんって言うとよ、捕まるよって。喧嘩が見たいけんってやるんだね。どんな目は一斉までやるんだっけ。どんな目はあいつ勝手にやりゃいいんだよ。いやもうダンスなんかもうどうでもいいって言ってたもん。やるけどね、テレビで、あんなよりかね、殴り合いが見たいんだって。勝手にやりゃいいわ。誰がヘズマのとこ誰が行こう。もうあいつのところね、お金を払うとするんじゃないかね、うん、あったらそれに1000万やるんじゃないの。分かんねえけど、それくらいのお金は持ってるわね。あれバスチンが払えるぐらいだ。戦闘経験があるって言うの弱かったね。うん、たとちょびとかじっただけでね、そうやるってありえんね。まあ、どうでもええわ。何考えとか分からん。勝手にやれええわ。知ったことちゃえわ。まあ、たぶん地味にやれやいけど、知ったことないけど。やるやるやん。好きなのやれやんじゃん。残りの人生あと少ししかないんだったら好きなのやれやいじゃん。そうだね、残り少ないんだよ。20代とかじゃねえんだから。人生一度しかないんだから、悔いのないように。で、私たちに楽しませてもらえることってなかったの。あ、そう。旅行も旅行じゃなかったし、ビジネスホテルじゃとか思ってなかったじゃない。あれはもう知らんわ。駅近くのホテルは行けって言ってた。東横だってそういう感じだけど。いらん。旅行からだよ。からずないでよ。あ、まだ入ってた。なんで私に渡すんだ。いらんでよ。ちょっとおかしい。19とか何この過去でも言ってたの。明日今日も寒かったわ。今日は全然暖かいと思わなかった。寒なかったよ。4度から20度。上着結局脱ぐことなかったわ。1回も。16度上がる。16度上がる、うん。でも全然上着脱ぐ感じなかった今日は。上着脱いだら風邪ひいとったで。いや今日ね、トレーナー上にこれにプラスアルファ長袖の薄い T シャツ着て、トレーナー着て、このデニムの上着あるな、いつも今日、うん、あれ着ててから汗だく。なんか今日暑かったかな。女性のタイムと男性のタイム違いますから。あ、そう。特にここ胸元ブレブレだったの。うん、でもしっかり寝るやろうと。今日はあの娘さん来とったでしょ。また
こだ半分。うん。日曜日は日曜日に僕は来てたろ。まあ、せわしい。みたいなね、他の人の話聞きようと聞こえるけ 聞いてしまうよな。別に用が聞くようじゃない、うん、あの男の子がねばあちゃん子じゃろ思うの、うん、若見えるばあちゃんだけどね。もうって言わないでバーバーって言ったけど、これ揚げポコンだったらもう9時前にはもう火が消える、真っ暗だよ。あんなに真っ暗せんじゃ寝れられるよ。じゃあ父ちゃんと母ちゃんが転げちゃいけんけん、次3につけとったから今死ぬよだけな。私が自分で買ったの。あ、そう。今の中古と値段が変わらない。6000なんも。新品で買って6000なんもだったんだよ。うん、何中古で6000なんもなんだよ。捕まれて帰ればいいじゃん。これ餌だな。コバエが入ってくるけど、あのコバエじゃ食べんの。それくらいじゃない。見えんけど。シャックやめとくならんの。にしてないのに、使い物したからシャコリを連続で止まらんかったよ。そしたら20代のお姉さんがお腹かますけ、まった大きさかったわね。バローでバローのところのとこ、バローには入ってない。100円だから100円だけど、ちょっと待ちおらじゃねえ、値引きするじゃん、ね、今日 あんたのバナナ食べた後も値引きだよ。本当だったらね、28日だけどね、半額にしてもいい。半額にせんのよね。10% オフだよ。伊藤カードだったらもう2日に期限が切れるからもう値引きになってるけどね。半額。バロはしてない。でバロで一番わかりやすいよ。聞いたらなんぼつって解決した。Thank you.
寒いけ鍋するとか言った話、今日そんな寒かったかなって思った。うん、そこまで悲惨もなかった。とかで言いたい経験ってちょっとそれだけだけかなと思った。マスクか、貴様には私の守りについてもらう。自信がないようですな、ジャミトフカック。そうではない、私には使命があるのだ。奥さんと今日鍋するの？簡単に死ぬわけにはいかない。鍋した残りがあるけど、それダメだな。その用心だ、うん、で明日は明日で焼肉するんだって。ああそうですか。その次はとんかつ食べるんだって。次は寿司屋さんでね、高校生に行くんだって。ええ、もうばっかり食べてるの。敵だ、見ろ。私の親戚のお兄さんところが、あの回らない寿司屋さんに雇って、そこでそこに食べに行く。敵を黙って見過ごしたとなれば、私のジャミトフへの立場がなくなる。言葉通りで話すよ。家は値引きしてる。収集だってその話も聞こえてきたんだよ。回らない寿司でしょ。あ、そう、いい金持っとんじゃん。あの、お兄さん、前方は成功。お兄さんとこの正面より攻撃する。あれ、おじさんがやっとる権威なんだ。カウンター席のみで20人が座れる寿司屋さん。中だ。だけ消費税込みの値段じゃなくって、消費税抜きの値段で売ったよね。うん、それを 5% にして先頭。お母ちゃん言ったよ。戦闘中断。その人ズミさん、つねちゃんと言ってたよ。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。
でもつねみさんって言うのにから彼女はつねみちゃんだけどね。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか。みんなが座っていく。諜報部より敵軍事部隊の奪取に成功したと報告がありました。